昭和の残骸。バブル時代に栄えていた観光地の現在の姿がこちら、廃墟。なあ霊夢、こないだドライブしてたら山奥に行っちゃって危うく帰れなくなるとこだったぜ。え、気をつけてよ。マリサの運転たまに怖い時あるから、その時たまたま廃墟を見つけたんだ。なんか不気味だったぜ。でもその廃墟も昔は何かの目的で存在していたのよ。今、ホテルとかテーマパークがそのまま放置されて問題になっているわよね。廃墟マニアの間で有名になっているもんな。心霊スポットでもないのに、面白がって入る人もいるから困っちゃうわよね。そういえばかつて人気だった観光地ってどうなっているんだろうか？特にバブルの時代に栄えてた観光地なんかはそのまま廃墟になっていることもあるからね。じゃあ今回はかつての人気観光地の今について見ていこうかしら。それじゃあ、ゆっくりしていってね。マリサは神戸に行ったことある？あるぜ、神戸牛のステーキがうまいんだな。まず一つ目はその神戸にあるマヤ観光ホテルね。神戸市のマヤさんにあるホテルなんだけど、略してマヤ館って言われているの。略すと急にポップになるな。廃墟のはずなのに、独特な美しさから廃墟の女王とも言われているわ。女王っていう方が壮大さがあっていいな。1930年に創業されたんだけど、1967年にホテルとしての営業を終了。その後も学生センターとして使われていたけど、1993年頃にそれも役目を終えたの。それで今も廃墟としてずっと残っているのか。でも廃墟マニアに人気だから不法侵入とか色々と問題もあるのよ。廃墟だからって勝手に入っていいわけじゃないからな。そこでとある団体が、マヤ館を守ろうと立ち上がったの。取り壊すんじゃなくて保存して活用するのか。でも費用がかかるからクラウドファンディングを実施したのよ。廃墟でクラウドファンディングは異例だな。まあそれだけ人気があったのよね。もっと驚きなのは2021年には国の登録有形文化財に指定されたの。本当に異例尽くしだな。2017年にはガイドツアーまで始まって、すぐに予約が埋まるほど大人気だったわ。私も行ってみたいぜ。マヤさんから見る神戸の夜景も最高よ。よし、じゃあ今度ドライブしようぜ。マリサの運転は怖いからやめとくわ。まずはペーパードライバー教室から行くか。温泉地は日本人だけでなく海外の人にも大人気の観光地よね。温泉に入ると日本人でよかったなって思うぜ。でも全国各地に温泉はあるけど、どこも人で賑わってるってわけではないのよ。三重県にある湯の山温泉なんだけど、ここも廃墟ホテルが多いの。有名な温泉地はどんどんと新しいホテルが建設されてるのにな。そうね、格差が出てくるわよね。でもこの湯の山温泉は、決して有名な温泉地ではないかもしれないけど、その分風情があってゆっくりとできるわよ。何もないとこでゆっくり温泉に入るのは最高の贅沢だぜ。でもなんで廃墟ホテルが増えたんだ？バブルの影響が大きいわね。湯の山温泉で有名なのが、大花荘というホテルなんだけど、日本建築家協会の元会長、坂倉純三氏が設計したのよ。ベランダの張り出しの長さが部屋ごとに違うという変わった設計をしているの。そういうホテルに泊まってみたいぜ。でも残念ながらバブル崩壊の波には逆らえず、2000年代前半には姿を消してしまったの。姿を消したというか、廃墟として残ってしまったんだな。さらに2022年3月には火災もあったのよ。それは幽霊の仕業なのか。それはどうかわからないけど、面白がって勝手に入る人たちも多かったそうよ。心霊スポットにもなっていたからね。廃墟だからって勝手に入ったらダメだぜ。今でも燃えて黒くなった大花荘が佇んでいるわ。じゃあだいぶお客さんも来なくなったんだろうな。そうでもないわ。廃墟ホテルも多いけど、比較的新しいホテルもあるのよ。ホテル、マロニエというホテルでとても綺麗で露天風呂もあっていいとこよ。テルマエ、ロマエみたいな名前だな。廃墟ホテルがあると、温泉地自体がもう営業していないんじゃないかと思ってしまうけど、湯の山温泉は営業している宿泊施設もあるし、観光スポットもたくさんあるわよ。そうなのか、廃墟を見ながら泊まるってのも廃墟マニアにはもってこいだな。御在所ロープウェイもあって、温泉街の街並みや伊勢湾の眺望は圧巻よ。他にも復活した例もあるの。古民家カフェもリノートというカフェがあるんだけど、ここはもともと廃屋だったのよ。それをリノベーションして、カフェとしてオープンしたの。古民家カフェって風情もあっていいじゃないか。テラスもあって気候のいい季節には最高ね。食事メニューだけじゃなく、スイーツもあるから小腹が空いた時に寄るのもおすすめよ。そんな話聞いてたらお腹空いてきたな。取り壊すだけじゃなく、こうやって再利用できるのはいいわよね。有名な温泉地より、静かな温泉地が好きな人にはおすすめしたい場所よ。ねえマリサ、栃木県にある鬼怒川温泉は行ったことある？ん？ないかな。でもテレビで見たことはあるぜ。鬼怒川温泉は栃木県にある温泉地ね。でも温泉というより、廃墟のイメージが強いな。本当にその通りで、SNS でも、鬼怒川温泉といえば廃墟というイメージがとても強いの。なんでだ？幽霊でも出るのか？メディアで報じたからってのが一番大きいわね。この廃墟群の写真はよく見かけるぜ。でもそこが SNS やメディアの怖いところね。え？実際は違うのか？廃墟になっているホテルもあるけど、すべてがそうってわけじゃないのよ。
星野リゾートや大江戸温泉物語など、有名チェーンのホテルもあるの。そうだったんだ。鬼怒川温泉駅には無料で入れる足湯もあるし、観光地もたくさんあるのよ。でもマリサのイメージ通り、少し離れたところには廃墟になったホテルが立ち並んでるのも事実ね。その廃墟ホテルは未だに解体されてないんだな。そうね、廃墟ホテルがたくさんあるとイメージも良くないし、建物の老朽化や不法侵入など、問題もたくさん出てくるの。持ち主に連絡して早く解体してもらえばいいじゃないのか？それができたら簡単なんだけど、持ち主がわからず、手がつけられないホテルもたくさんあるみたいなの。それに河川の崖沿いだし、道路も狭いから重機が使えず解体もしづらいのよ。でも自然と崩れるかもしれないし大変だな。解体費用もかかるし、誰が払うの？ってことになるでしょ。むやみやたらに町の税金を使うのも違うからね。さらに鬼怒川温泉はバブル崩壊だけじゃなく、2011年の東北大震災や、2020年から続いた新型ウイルスによる感染症の影響などでいろいろ苦労しているの。せっかく東京からもアクセスがいい温泉地だけにもったいないぜ。周辺の住民も、鬼怒川温泉に廃墟のイメージがついてしまったことは残念に思っているわ。じゃあそのイメージを払拭するためにも、鬼怒川温泉の観光スポットも紹介しようぜ。それはいい考えね。鬼怒川温泉にはロープウェイがあるんだけど、標高差300メートルもあって絶景が見られるわ。鬼怒川温泉駅から車で10分ほどのところには、江戸ワンダーランド日光江戸村があって、楽しく歴史を学ぶこともできるのよ。あ、そうそう。マリサは絶叫系のアクティビティは好き？ジェットコースターは大好きだぜ。ジェットコースターではないんだけど、鬼怒川でラフティングとかも体験できるの。わ、それは楽しそう。自然に触れられるのもいいな。他にも美味しいグルメもたくさんあるのよ。よ、待ってたぜ。足湯カフェがあるんだけど、とちおとめのイチゴを使ったパフェが最高なの。足湯とパフェを一度に堪能できるなんて最高すぎるぜ。栃木和牛を使ったハンバーグもあるし、いろいろグルメを堪能するのもおすすめよ。廃墟だと思ってたけどめちゃくちゃおすすめスポットだったぜ。ぜひみんなにも行ってほしい温泉地ね。ねえ、マリサ。社員旅行といえばどこが思いつく？ん？ハワイ？シンガポール？沖縄？違うわ、熱海温泉よ。そうなのか？初めて聞いたぜ。まあ無理もないわよね。社員旅行といえば熱海温泉って昭和の話だから、もう平成も終わってるぜ。今は気軽に国内や海外もたくさん行けるわよね。でも昔は海外旅行とか気軽にできなかったから、熱海温泉が主流だったのよ。1960年代には社員旅行以外にも団体客がたくさん来て賑わっていたのよ。でも今は個人旅行が主流でしょ？確かに社員旅行をやらない企業も多いもんな。今の若者はわざわざ会社の人と旅行したいだなんて思わないわよね。それに2000年代になってからは、気軽に行ける旅行先が増えたことや、団体客が減ったことで一時は衰退したとも言われたわ。じゃあ熱海温泉も廃墟ホテルが多いのか？まあ街全体が廃れているわけじゃないけど、バブル時代に建てられたホテルなんかは廃墟になっているところもあるわ。有名なのがこの熱海海浜ホテルね。ここはよくメディアでも取り上げられるホテルよ。異様な空気を漂わせているな。周りには営業しているホテルもあるからね。さらにはシャッターで閉ざされたお店も多いし、いろいろバブルの影響も受けているのよね。熱海の宿泊客数は、1960年当時、年間約500万人以上が利用していたんだけど、2011年には250万人弱だったから、半分近くも減っているの。半分？そりゃ潰れるホテルも出てくるわな。でも2015年には300万人以上が宿泊して、熱海温泉は V 字回復をしたと思われていたの。すごいじゃないか。じゃあ熱海温泉も安泰だな。そうなればよかったんだけど、新型ウイルスの感染症によってまた客離れが加速しちゃうの。そればかりはどうしようもないぜ。でも最近はまた熱海が若い子たちの間で話題のスポットになっているのよ。マリサはプリンは好き？もちろん、あのカラメルソースがたまんないぜ。熱海には熱海プリンというのがあって若い子たちに大人気なの。他にも熱海はたくさんスイーツ店もあって日帰りで訪れる人も多いらしいわ。熱海といえば温泉ではなくスイーツになりつつあるんだな。若い子たちはデートをしても温泉だと別々に入らないといけないからね。確かに、一緒に楽しめるスポットがある方がいいもんな。とはいえ、まだまだ完全復活じゃないし、もっと観光客が増えてほしいわよね。家族で行っても楽しそうだな。親は温泉でゆっくりして、子供たちはスイーツを堪能する。マリサ、それはいい提案ね。温泉地の廃墟の話が続いたけど、次はテーマパークね。ジェットコースター乗りたい。まあ今から紹介するテーマパークはすでに閉園しているけどね。それもそうか。テーマをすっかり忘れていたぜ。マリサったら、しっかりしてよね。次に紹介するのは、宮城県のケジョ沼レジャーランドなんだけど、当時は東北を代表するテーマパークだったの。東北って人気のテーマパークがあるイメージがないもんな。1979年にケジョ沼保養ランドという名前でオープンしたんだけど、年間20万人から30万人も訪れるぐらい人気のテーマパークだったの。旅行ツアーが組まれたり、五大五が野外コンサートを行ったりもしたのよ。
遊園地だけじゃなく、ホテルや温泉、ゴルフ場まであったの。一日家族でたっぷり遊べる施設だったんだな。でもバブルが崩壊してからは経営難が続いてしまって、ついに2001年、業績不振によって閉園。じゃあ20年以上も廃墟のまま残っているのか。所有者が土地を売却しなかったからね。いつか再オープンしたいという思いがあったんだと思う。その願いも叶わずか。2017年には再オープンの話もあったみたいだけど、結果的にはそれも叶わず、今も廃墟のまま。今では一部の廃墟マニアに人気だし、心霊スポットとしても有名よ。今も中に入れるのか？以前は廃墟ツアーも開催していたそうだけど、今は中には入れないわ。でも閉園後も、MV やテレビ撮影でもロケ地として使われていたそうよ。人気アニメ魔法少女マドカマギカのオープニングに登場する遊園地が、ケジョ沼レジャーランドでは？と言われていて、聖地巡礼するファンが多かったみたいね。廃墟としての方が人気になりつつあるな。でも廃墟マニアに人気でもそれが収入源になるわけじゃないからね。老朽化の問題や、撤去するにも費用がかかるし、そう簡単に決められることじゃないわ。今 USJ とかディズニーとか人気のテーマパークはあるけど、こういう懐かしい遊園地がどんどん閉園してるのも寂しいな。今もある昔ながらの遊園地も残ってほしいわね。またホテルシリーズに戻るけど、次に紹介するのは阿蘇観光ホテルね。阿蘇といえば阿蘇山。その阿蘇山で有名だけど、ここにもかつては由緒ある観光ホテルがあったのよ。1930年に鉄道障害局に国際観光局が設置され、全国各地24の国際観光ホテルが計画されることになったの。阿蘇観光ホテルもそのうちの一つだったのよ。じゃあ当時はすごいホテルだったんだな。スイスの山小屋にも似たデザインで人気のホテルだったわ。ホテルの敷地内には穴が開いた三角形状の大きな岩があって、縁結びの石と呼ばれていたの。私もその石にあやかりたいぜ。開いた穴から手をつなぐと、二人は永遠に結ばれるとして、縁結びスポットとして若いカップルにも人気だったわ。でも惜しくも1999年に閉館。その後も廃墟として残り続けているの。せっかくいいホテルなのに不況の煽りには勝てなかったのか。昭和天皇が阿蘇観光ホテルを気に入ってて、二回も宿泊したらしいわ。でも今では心霊スポットとして有名になってしまったの。廃墟だとどうしても心霊の噂が出てくるもんな。決定的なのは、稲川淳二の怪談話ね。おお、稲川淳二の怪談話はゾッとするぜ。怪談話の中で、阿蘇観光ホテルが紹介され、心霊マニアの間で人気となってしまったの。マリサはホラー映画とか見る？うん、怖いけどつい見てしまうぜ。ホラー映画を代表するリンネでも、阿蘇観光ホテルがロケ地として使われてたの。そうなんだ、後で見てみようかな。それですっかり心霊スポットとしてのイメージがついちゃったってわけね。面白がって勝手に入ろうとするやつもいるし、安全面の問題もあるからな。でも本当に怖いのは阿蘇観光ホテルじゃなく、付近にある阿蘇大橋の方よ。さっき稲川淳二の怪談話にも出てきたって話したけど、阿蘇観光ホテルで何かが起こったとは言ってないの。そうなのか？むしろ阿蘇大橋の方が危険だったの。阿蘇大橋はもともと赤色だったんだけど、自ら命を絶つ人が多くて灰色に塗り替えられたぐらいなのよ。それから熊本地震で一度崩壊して、2020年に新しく開通したわ。今でも使われている橋なのに、心霊スポットのイメージがつくのは怖いな。まあ面白がって近づいたりしないことね。でも阿蘇はいい場所もたくさんあるのよ。大観望からは阿蘇五岳が一望できるの。それはいいな。景色はタダだからいくら見てもいいぜ。お金で考えちゃダメよ。その目で見る景色はプライスレスよ。他にも草千里が浜といって広大な草原もあるわ。放牧場がのんびりと草を食べている様子には癒されるわよ。霊夢、私の好きなおすすめグルメはあるのか？もちろん、赤牛なんかもおすすめよ。赤身の特徴的な味わいもあって、ヘルシーなの。お肉いいね、食べてみたいぜ。熊本だからからしレンコンも有名よね。阿蘇はいい場所がたくさんあるからぜひ行ってみてね。次に紹介するのは千葉県にある滑川アイランドよ。アイランド、南国の匂いがするぜ。まあかつてはそうだったのよ。滑川アイランドは1964年に開園。広大な敷地には熱帯地域に住む動物や植物もたくさんあって、プールやホテルもあって人気の観光スポットだったの。それが今では廃墟となってしまったってことか。当時はリゾート施設がたくさんあったから、滑川アイランドも人気だったんだけどね。でもとある人気レジャー施設ができたことで集客しづらくなってしまったの。マリサは何かわかる？一つは鴨川シーワールドなんだけど、もう一つ、当ててみて。千葉にあるものだろ？幕張メッセか？それはイベント会場でしょ。ほら、名前は千葉じゃないのに千葉にある施設よ。あ、わかった。東京ディズニーランドか。ピンポン。鴨川シーワールドや東京ディズニーランドがオープンしてからは集客に悩まされたのね。さらにここもバブル崩壊の煽りを受け、2001年に惜しくも閉園してしまったの。ディズニーランドや鴨川シーワールドは今でも大人気の施設だもんな。全盛期には年間117万人も訪れる人気スポットだったんだけどね。
フラミンゴショーもあって楽しかったんだけど、昔の娯楽施設ってフラミンゴショー好きだな。どの施設もそうだけど、バブル崩壊の影響がかなり大きいぜ。今でも廃墟として残り続けているんだけど、廃墟マニアや心霊マニアに人気のスポットになってしまったの。ここもマニアに人気となってしまうのか。なめ川アイランドは特殊な地形をしていて、ここに行くにはトンネルを抜ける必要があるの。心霊といえばトンネル。なんでそんな構造なんだろうか。実はもともとは戦争中に旧日本軍が弾薬庫として使用していた歴史があるのよ。なめ川アイランドがオープンしてからも軍事施設はそのまま残していたとか。なかなかすごい場所に建設されていたんだな。今でもなめ川アイランドで検索すると、廃墟マニアのブログや、心霊スポットとして紹介している動画がたくさん出てくるわね。もう入場料を取った方がいいじゃないか。誰が管理するのよ。マリサがやる？ええ、嫌だぜ。私はお化け苦手だからな。廃墟ツアーをやっているところもあるけど、まあ現実的には難しいわよね。それになめ川アイランドが閉園した今でもとある影響が続いているの。え、どんな影響なんだ？悪い方か？なめ川アイランドにはキョンという鹿にも似た生き物がいたんだけど、キョンが逃げ出してしまって、今でも繁殖を繰り返しているのよ。今でも、繁殖力が高すぎる。キョンの繁殖力はすごくて、1年で約 36% も増えると言われているの。日本では今少子化が問題になっているのに、キョンはすごいな。でもキョンが増加したことによって、農作物が荒らされてしまったりと問題も山積みなの。その繁殖力だと少し駆除したところで全く追いつかないんだろうな。そうね。それに、むやみに生き物の命を奪ってしまっていいのかという問題もあるからね。今回は廃墟となってしまった施設を7つ紹介したけど、どうだった？どれも今は廃墟だけど、当時は輝いていて、多くの人たちを楽しませていたんだな。そうね、でも昭和に建てられたホテルやテーマパークはバブル崩壊の影響が大きく、その後潰れてしまうことが多いわね。簡単に取り壊すことができればいいんだけど、所有者が見つからなかったり、費用の問題やらでそのまま放置されているのよね。でも今回わかったのは、廃墟のイメージが強いだけで、周りには素晴らしい観光スポットやグルメがたくさんあることがわかったぜ。そうね、ぜひ廃墟だけじゃなく周辺の観光スポットにも目を向けてほしいわ。間違っても、面白がって廃墟に入ることだけはやめてね。うんうん、危険なこともあるからな。でもこうしたバブル全盛期にいろんな施設があったからこそ、今も素晴らしいホテルや施設が存在するのよ。よし、今度は今日紹介してもらったところに行って、食い尽くしてやるぜ。マリサは相変わらず食いしん坊ね。皆さんも廃墟の情報だけじゃなく、おすすめスポットがあればぜひコメント欄で教えてね。チャンネル登録やグッドボタンも押してくれるとめちゃくちゃテンション上がるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。